国像山は広島県東広島市にある山、旧市は町と旧八本松町の境にある。麓には並滝寺池があり、対岸の並滝藤原園から山を見ると池に映る山の姿を見ることができる。山頂付近には見晴らし大岩と呼ばれる岩があり、そこから最上盆地を見渡すことができる。地元では岩室山とも呼ばれ、 東広島下地下は上昇学校の校歌にも歌われている。広島県百名山及び広島百山の一つ。山頂には山東三角点岩室が設置されており、標高は666.1メートルとなっている。見晴らし大岩より最上盆地を望む頂上付近にある大きな岩。多くの登山者がこの岩を訪れる。岩下には 篠のの集落、南東方向には、最上盆地、南西方向には、市和町、さらに遠くには、広島湾を望むことができる。また、近くに、ポストが設置されており、中にはノートとペンが入っている。ノートには、登山者によって、登山記録などが記入されている。原始時代の人たちは、山全体を神殿と考え、自然のままの山や岩石を祀った。この山には、 山頂に高さ約40メートルの奥津岩倉、中腹に中津岩倉、霊に高さ2.7メートルの石津岩倉と言われる岩がある。神様は奥津岩倉から順々に三つの岩を通って霊の拝殿に降りてくると言われる。現在の岩像神社がその拝殿である。天気の良い日には山頂の岩の上に空から天女が前降りてきて遊んだという伝説がある。岩の下方に 水の湧き出るところがあり、その横には小さな祠があって、入ュ山さんと呼ばれている。父の出ない女性は、この祠に参って、清水を飲んで、後を振り返らないで帰ると、よく父が出るようになると言われている。ありがとうございます。